お疲れ様です。まだ来てるよ。お疲れ様です。今日はちょっと15分ぐらいでやめます。あ、耳が痛いわ。あ、待って、メールが送れない。そしたら、死んだ。メール明日たくさん送るので、ちょっとすいません、今日は送れないわ。ショールームで時間が過ぎてしまう。だから今日来れてない人はちょっと画像見れずにちょっとモヤモヤしててください。おっと、あ、みんなが気になってる同室ですか？同室誰かな？同室誰かな？ちょっと一緒に刑務所に入ってます。今日逮捕したからさ。誰かな？一応楽しかった。よかった。わかった？すごい、イズリンってみんな言ってる。イズリンです、二人です。いいでしょ、みんな大好きイズリンだよ。カワウソちゃん、そうです。ダメって言ってるよ。それはちょっと逮捕しました。イエー。二人でーす。お菓子の箱開けてます。明日も頑張ります。久しぶりじゃない、3日って。いいね、3日だから2泊だ。泉とニヤを共に過ごすんだ。ニヤニヤしちゃう。お疲れではないかも。今日はあんまり、でも足がねちょっと疲れたけど、靴が合ってないから3日間の時に限ってね、あ、合わない靴を履いてきてしまうんですよ。そういうとこあるよね。イズリに明日会いに行くことを伝えてください。だってアットマークから言うね、イズリンふわふわうちは。すごい、イズリンふわふわうちはですって言ったら多分分かってくれるはずだから。インパクト強いな。今日元気でしたよ。元気です。お腹すいた。アイス買ってきたんだけどね、今ちょっと食べれないからね。溶けるわ、溶けてます。冷凍ないよね、多分ない。冷蔵しかないから、溶かそう、溶かしてほどよく食べよう。褒めると嬉しい、ありがとう。ファ
孤独に手錠で手を忘れたんですけど、嬉しかったですか、キュンキュンしましたか、燃えましたか、惚れましたか、好きですか。いいですね。イズリンさん、ピノ一つくださいって言って、残念今日ね、あ、言っちゃった商品、まあ、ピノいいのか、ピノじゃないですね今日食べてるの、ちょっと爽やかなやつ食べてますね、爽やかって書いてあるやつ食べてる。圧迫してくる、首が短い、今ねこんな感じでやってるからね、首が短く見える、そうです、そうです、爽やかなやつ食べてます。契約しよかったということですか、私ですか、落ち着くでしょ私のショールーム。自分で何言ってんだか。そうです、まだそうですね、アミちゃん目にいる方は逮捕で、はい、喜んで逮捕します。逮捕されなかった、じゃあ健全な生活を送っていらっしゃるんじゃないですか、フリットさん。逮捕されたい人生だった、なんかやらかしましょう、そしたら逮捕されますよ、ほんまに。罪状、罪状は未成年、未成年と触れ合ったこと。大半8期の大半そうじゃんって、うん、逮捕されたらどうなるんですか、それでも青春は続くんだ。私めっちゃさ今日いろいろ髪型してたのに元に戻った、まっすぐ何もしてない、剛毛ってすごい、日本人なんですか、本当ですか、明日は普通の服です、ご勝利じゃないです、は、残念だったな。そういう音、普通の服、何系、何系だろう、シャツ系、ショールームで一回着たことあるやつよ、一回かな、二回着たことあるやつですって言ったら多分買っちゃうと思うけど、何ですか、星になってますよ皆さん、はい、シリ寝てる時してるのかもしれない、そうです、ボーダーのやつです、バクロかわいいね、ありがとう、今度初里かほ楽しみ、うん、待ってます、ボーレーさん明日も頑張ります、頑張、まあ、今10分経ったぐらいかな、ゼブラの勉強会99点すごい、誰ですか、私ですか、寒い、触れる、え
勉強しなきゃ私も。すごいアンクル。明日心霊スペシャル放送あるって見るしかないじゃんこれ。でもこの時間だから見れないか、どうだろう。なんかテレビのアプリとか入れれば見れるかな。ちょっと探そう。できるかな。でも3日目さ一部かららしいの私。もし見てたりでもしてたらさ眠いよきっと家で録画できるかな。スマホ入ってないです。いないんですよ。まだ口中では皆さんが巻いてくれたら見れるよそう、他の子のとこ行きすぎるとちょっとあれなので私をに優先して来てくれれば見れるよ。巻いてね。ほら見たとすぐ寝れます私。来てください。来てください。ちょっとせっかく払ったチケット代をね無駄にするのは良くないので。あ、他の牛虫に使う気か。逮捕ですねそれは。逮捕。寒みの極み。売れば握手券みんななんか言い始めてる。でもダメかダメですよそれは。ダメですよ本当に。売ったらもう本当に逮捕なんで、もうダメです。終身刑です。無期懲役ってなんだろう。400万以上の罰金です。ダメです。逮捕。逮捕です。裏についてきます。そうなんだ。今日痛かった。痛かったね。そうです400万です。そしたら私は一人暮らしをできるので寒い。試しに行こうなと。今日も時間がねあれなんですよ。遅れない時間帯なので。400円じゃないです。あとゼロたくさんつけてください。ゼロ4つか、あと4つ。ここコンコンで鳴ってるの。コンコンで鳴ってるのかアミちゃん、アミちゃんが来たよ。どうしたの？ポリスだよ。
アミちゃん帰ってしまった。暇なの、みんなアミちゃんって言ってる。かわいいな。アミもショールーム見てる今、私のだからみんなが言ってるコメント見られてるよ。配信はね11時5分ぐらい。何時から始めたんだろう。寒いよね。だってさ、おかしい。一番弱いやつでさ30度に設定してんのにさ、ちょっとこれ壊れてるのかな、ね、え、後で電話しよう。そうしよう。寒すぎてやばい。こんなにできた。めっちゃ寒い。え、さっきアイス食べた時めっちゃ寒くなかったじゃん。残したのかな。残したの。髪の毛、髪の毛ぐらいならいいかもしれない。アミちゃんの髪の毛です。いいでしょう、皆さん、皆さん好きでしょ。ええ、なんか言ってるかな。アミちゃん、ちょっとアミちゃん好きな方多いんでね、私のファンの方、アミちゃん、アミちゃんって言って。44分か、もうありがとう。好きでしょみんな、アミちゃん大好きでしょ。でもそう、小学6年生の安全を守るのが私の仕事なので、皆さんやめてください。ちょっと変なこと言わないでくださいね。いい子にしててくださいね、アミちゃんの前では。アミちゃんの髪の毛を植毛したいごとか言わないでくださいね、逮捕ですよ。お腹すいた。今何分だろう。ハゲてても握手会大丈夫って。大丈夫だよ、大丈夫、うん、それはちょっと検閲には引っかからないので安心してください。ポリスでも今日までなので、明日から普通の一般人です。一般人じゃないか。普通のアイドルします。はい、ランキング読みます。1位ポッポさん、ポッポさんに宇治さん、今日中心刑。そうですよ皆さん、明日寝坊したら終身刑ですからね。400万以上の罰金ですからね。はい、あ、1回したら300万以上の罰金で、2回したら400万以上の罰金です。もう3回目はもうあれです、1億にしましょう。はい、2宇治さんありがとうございます。3位マコボンさんありがとうございます。逮捕してって書いてる。高い、高いですか。職もしませんよ。はい、4位 J さんありがとうございます。ありがとうございます。ハーコリウムって言ってる。やばい、みんな喜んでるはず、きっと。はは、アミちゃんはーって言ってるんだよきっと。逮捕ですね。ユイジンさんありがとうございます。ゴーミナツキさん5位、ミナツキさんありがとうございます。イエー、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さん、はーって言ったらバーって出てきた。ねえ、ねえ、バーじゃないよまだ。6位ハッシーさんありがとうございます。あ、大好きなみちゃんが見てますよ。はい、7位、あ、ランキング飛んじゃった、ゆっくり読みすぎた。1位ジェイさん、2位ポッポさん、3位ウジさん、4位マコポンさん、5位みなつきさん、6位ハッシーさん、7位にハローさんありがとうございます。ハローさんありがとうございます。バーサとかホーって、ちょっと
ちょっと、はじたまさん、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、はーみちゃんって言ってるかよちゃんだ。うわ、うわ、お腹すいた。キウイ、魚屋のひろさん、ありがとうございます。お腹すいた。ありがとうございますって言ってたらお腹すいたって言っちゃった。次のマナさん、ありがとうございます。うん、大好きなみちゃんが見てるよ。変なこと言わないようにね。かほちゃんが世界で一番嘘つけ、ほんとにもう。調子いいことばっかり。11、ベンゾさん、ありがとうございます。てっぺんハゲてる、なんでそんなに気にするんですか。気にしなくていいんだよ。はい、ありがとうございます。お腹聞こえます？めっちゃキューキュー言ってるんですけど。ちょっとめっちゃ鳴っちゃったよね。ベンゾさん、ありがとうございます。12、マー君、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。13位は、あ、ゴツさん、ルームメイトの方ですか。ちょっとちょうど見えない。ゴツさん、ありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ聞こえてる。ひゃー。なんで泣いてるんですか。顔文字。ありがとうございました。また明日です。はい。かほちゃんぽいして、あみちゃんね。うわ。出たよ、そういうの。そうやって気を引こうとする色男がいるから。この世は事件が起きるんですよ。はい、ありがとうございました。また明日。トゥーモロー、トゥーモロー。